こんなんっていうんだ。で、時計班とかも一緒にやってんだ。2日間で4,800円。だいたい1日2500円くらい予算にするのが JR 系の特徴ですよね。何も映ってねえや。ちょっと待って、いるよな。よいしょ、移動できた。さあ、大鳥駅まで戻ってきましたけど、あ、こっからと、もう西口から行ったらすぐ行けるみたいなんでね、そうかなと。あれね、それお昼時なんだよな。うどん食べてくるの手なんだよな。あと上ご協力をお願いします。降ってきて、これがね、ちょうど駅の西側ですね。メインは先、車で通ってきとった東側の方がメインみたいなんですよ。今回の場合はね、こっちの東ハルムの方行くのはちょうどこれでね、そのスーッと行けるみたいなんで、これで行ってみようやないかと。駅間散歩と言いながら、これちょうど本当にね、もうだいぶ中間に近いあたりで、どうも私車止めたみたいなんで、案外すんなり着きそうです。なんならこっち側途中に中央通りみたいなのがあるみたいなんで、その周りにいろいろと、なんて言ったらいいの、あれもあるみたいですね。商業施設、飲食店とかそっちの方が結構多そうかも。ああでもね、何がありがたいって、大阪なんで当たり前なんですけど、この辺りはどこのうどん屋さん入っても関西だしなんですけどね、うめ、ああ、できたんだ。隠れ家的な感じですね。これ一通じゃないんやね。こんなフードもあるよ。
ほう。あの子もなんか大通りみたいなの見えてきたな。もっとそこで、もうちょっと先か。もう一回一通りもして、あ。三トンク。まあ、その向きですもんね。その先から行ってたね。そっか、専門学校とかもなんかやったら多いね。航空専門学校。近畿コンピューター電子専門学校。そこか。あれになっとるけど、こっちから行った方がいいんか。そこにあるな。少し受け入れ、いろいろありますね。あ、浜にあるんよ。え、あの、あ、ほんまや、いろいろあるわ。その先があれか。